友達が配信始まったと教えてくれたから来ました。誰だろう友達って。ありがとうございます。友達もありがとう。けんけんさんもありがとう。いやこのさ、あの 1,2,3 枠のこの合間合間の時間がさ絶妙。寝たらおしまいだと思っているので寝ないけど、寝ないけど時間空いてるようで空いてないね。ステップはい、ステップ28分まで。うわ早い、もう2分経った。時間が早いですね。現在の順位は9位です。ぜひカウントお願いいたします。次の順位まで 59,877 ポイント。9位から上が、あ8位から上が、8位から上が結構ポイント離れてますね。参加してる人見れるのかな。イベントページ暗くなっちゃった。まぶちー入室したら、まぶしすぎだね。あ、やばい、充電がなくなってもうてる。OK、こんばんは。マカノリさんこんばんは。マガリさんこんばんは。ヤスノリさんこんばんは。チッポさんこんばんは。タカさんこんばんは。第3部ですね。こんばんは。なんか最近面白いことあったんかな。すごい、なんかさ、なんだっけ、ドライアイだからさ、目がシバ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 しちゃって。今日は、あ、今日の話はもうしたわ。昨日なんかあったっけかな。毎日何かしらあるよね。昨日は最近なんか YouTube ばっかり見てるかな。映画は見てないんだよね。見てないよ。メイク直したの？直してないです。口紅塗っただけ。かわいいのが来た。どっちたの、どっちたの、よいしょ、どっちたのかな。にゃん、やめろって。今日みんな爪切ったからね。あにゃ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 。すごい、もっちゃんはね、抱っこがへたっぴなの。もう嫌なの。あ、固まった。いい、嫌ね、嫌ね。メイクは直してないです。チュ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 。レコード大賞楽曲、紅白歌合戦楽曲。あ、充電しようと思ってたのに。みんな抱っこ嫌いなの？いや、基本的には嫌いですね。上手にできるのうーちゃんぐらいしかいない。やば、
ソコンの充電を。でも7パーあるから大丈夫でしょ。おいしょおいしょ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 ん、おいしょ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 ん。よし、7%。パソコンがね、7%しかない。いつもね、電源切らないから、いつも Mac ね、つけっぱでカセメ閉じちゃうんですよ、めんどくさくて。それでいいと思ってるから、消費がめちゃめちゃ激しくて、電源消すのがめんどくさい。消すだけなのにね、消すだけなのにすごいめんどくさい。このなんか隙間怖いの、隙間お化けが出てきちゃう。かわいいね、みんなのアバター、すごいね。完全なんかネタ切れみたいな気分なんだけど、どうしようなんかあったっけかな、思い出して思い出して。何のイベントに参加してるの？これは楽曲を作ってくださる権利を獲得するためのイベントです。なんかいい感じ。1位になったら、このなんか有名な方たちが楽曲を作ってくれるよっていうイベントです。お、縛れた。あれ、ヘンドブリン。あれ、ヘンドブリン。ステー、あ、マカオのリュウさん、ハートが一本。なんやこれ、ハート。そう、1位になったら今の楽曲を作っていただけるかなっていう。せつな、パパパパンパパン、1,2,3ってこう、どこだな。ちょっと落ち着いたら。ハロー、最近寒くなりましたね。もうさ、お風呂に浸からないとさ、もう寒くて寒くて、最近気がついた自分が末端冷え性ということに。めちゃめちゃ冷たくて、お風呂に浸からないとやっぱりダメだなと思って、最近はエブリでお風呂に浸かるようにしています。あ、アイス食べようと思ってたんだーい。あと20分しかない。あ、ハートの数を数えよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。あ、よし、30個かな。ありがとうございます、ハート。中尾のりゅうさん、最近毎日エマのパーカー着てるよ。おー、いいとやすね。かすみはね、エマのパーカー着たいんですけど、黒だから、持ってるのがね、黒だから毛が目立っちゃって、こういうなんか毛が目立たない色ばっかり着てます。もう家にいるとさ、犬と猫の毛がすっごいつくのよ。コロコロするのもめんどくちゃい時は、毛が目立たない緩和される色を着てます。43度ぐらい、いや、お風呂はね41度です、相変わらず。あ、アイス持ってこよう。何のアイスでしょうか。
い、あともう18分早すぎ。みかんの花が ピノ！正解！この音で分かったでしょ？今日もピノです。俺もさっきアイス買ってきた。ピノですか？ピノかさつまいもで悩んだんですけど、やっぱピノだよ。冬はピノが食べたくなる。初め小学生の頃のさっき気になって調べたんですけど、なんだっけ、紙芝居でめちゃめちゃ印象的なのがあって、キツツキの大工さんっていう紙芝居なんですけど、わかりますか？あの歌いながらの紙芝居、よく学校の児童館、あのマミーが迎えに来るまで待ってるところ、児童館の先生が紙芝居で歌ってたんですけど、ダメよ、馬スタンプありがとうございます、クロちゃん。キツツキの大工さんっていう紙芝居がめちゃめちゃ印象的で、歌なんだけどね、歌芝居、あれがすごい謎な歌なのよ。ちょっとバンされそうだから流せないですけど、音楽ホルディア、ホルディアっていう曲なんですけど、何なんだよ、なんか民族曲みたいな、ホールディアっていう曲があるんですけど、それが頭から離れなくて、今でも歌えるし、いやだからダンスもついてるんですよ。ダンスというかなんか手遊び、ホールディーアみたいな歌があって、さっきそれを調べてました。紙芝居、子供にさ飽きさせずに紙芝居するのって絶対に難しいよね。美味しい。うん。おいしい。うん。もう30分、ん？違う。半分経ちました。という歌なの、民族みたいな歌。ホールディクポー、ホールディアポー、ポーシャン、モシャン、ごちゃごちゃにしないで。早く雪降ってほしい。雪好きじゃないけど、今年はなんか雪を触りたい気分ですね。福島はやるの？何の話してましたっけ私。
何の話でした？ふうりひひふうりひひ、すごいね。みんなさ、いろんなアバターだけどさ、このさ、アルペジオさんのさ、アバターさ、すごいね。なんだっけ、あれみたい、ピエロ。あ、ピエロだよね、それね、イットのピエロだよね。すごい。猪苗代は降ったらしい。もうさ、北海道も雪降ってるって言うもんね。早いっすね。紙芝居ね。レディーボーデン食べました。美味しいよね。レディーボーデンか、あれ、ハーゲンダッツ派。どっちでもいい。そんなになんか濃厚なものは別に食べないかもしれない。チコ・バルボンさん。バディのね、バルボンさん。カップヌードルありがとうございます。このカップヌードル食べよう。オールでイヤホン。すごい小顔になった気分。こけしみたいだね。こけしじゃない、なんて言うんだっけ、なんだっけ、マリモじゃなくてマリトッツォじゃなくて、なんて言うんだっけ、こういうさ、なんかだん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 ちっちゃくなっていく、マリトッツォじゃないよね、マトリョーシカ、それだ、マトリョーシカみたいじゃない。マリトッツォは現代すぎた。マトリョーシカ、マトリョーシカ、マスミさ、自分で思うんだけどさ、髪の毛全部入れてこうやってやってるとさ、男の子みたいじゃない、少年みたい。もじもじくん懐かしい、少年みたい。チーズバーンされると言いながら歌うかすみ、確かに。マリトッツォ、マリトッツォ未だに食べたことない。マリトッツォ、マリトッツォ、あとん、マリトッツォでいいのか、マリトッツォ、マリトッツォってなんかさ、彗星のごとく現れたっていう感じですよね。急に出てきて、まだブーム終わってはいないのか、急に出てきた感がすごだって人がいっぱいいてさ、アバターが被ってないのってすごいね。今マカオのリュウさんのアバターを見て思い出したんですけど、この間動物園に行ったんですよ。多分初めてかすみコアラを見て、動物園で。コアラってめちゃめちゃ可愛いね、びっくりしちゃった。みんな寝てたけど、寝てる姿が可愛すぎて。あと感動したのはオラウータン。オラウータンがガラス張りで見えるところだったんですけど、すごい、やっぱオラウータンって人間に近いっていうのがさ、めちゃめちゃ感じられました。人間はちゃんと分かってる、ちゃんと人間のこと見て、人間の携帯とかちゃんと見てんだね。携帯こう覗くのよ。なんか
おじさんが霞の前にいたんですけど、そのおじさんがメスのオラウータンにすごく、あのメスのオラウータンにすごく気に入られてて、そのおじさんが通ったらオラウータンがブワンって目の前に来て、そのおじさんのね、でおじさんがニコニコ笑って携帯を出して、そのオラウータンの写真を撮ってたら、ちゃんとこうカメラ見て、オラウータンってすごいなと思って、可愛いは可愛いんですけど、可愛いと思ってたけど、さすがにこのゼロ距離で見たらちょっと怖かった。負けるだろうなって思っちゃった。かすみ秋色メイクの研究中。おー、いいですね。すみ勉強しないと。全然かすみ、なんかたまになんかメイク変えたりするんですけど、そんなにそんなにやってない。でも最近変えたばっかりですよ。みんな気づいたかしら。お、髪の毛短くなった気分。ティリーン。そのラウターもしかしてモニタリングか。え、やなんだけど。モニタリング。ふう、配信ありがとう。こんばんは。こんばんは。トゥ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 。オラウターは怪力だよ。そうなの？強いの？いや本当に可愛かった。なんか本当に人間だなって思った。あのさ、オスのさ、あと6分しかない、オラウータンのこと話しきれない。オスのさ、オラウータンってなんかボコってなってるじゃないですか。でメスのオラウータンはまあ普通に人間みたいな感じだった。オスのオラウータンいたかな。女の子たちは見れたかな。あとね、何見たっけかな。ライオン見れなかったんだよね。あと何がいたっけ。あれいた、あれ、トナカイ。真っ赤なお花のトナカイさ、うん、あのトナカイがいました。可愛かった。すっごい立派な角というか、なんか枝みたいな生えてるじゃないですか。動物園にいるのも幸せなのか幸せじゃないのかっていうのを考えてたんですけど、なんだっけ、大ワシとか鳥のコーナーに行って、ワシとかタカとかがいたんですけど、なんかさあ、まあ、他の動物ももちろんそうかもしれないけど、鳥ってさ、やっぱお空飛びたいのかなって思ったら、なんかちょっと複雑な気持ちになってしまいました。動物園行きたくなったね。なかなか行く機会ないですよね。ちょっとちょっと、すごい。なんかでも動物園にいたら、あのご飯は絶対に食べられるじゃないですか。自然界にいたらエブリデイ食べられる保証はないけど、ちょっと動物園にいたらエブリデイ食べれるっていうことはあるじゃないですか。それが少し複雑な気分でした。配信は続けても大丈夫だよ。配信時間が2時間経過後に投げられた3件のギフトが加算するだけだから。あー、なるほどね。そうだよね、そういうことだよね。ちょっといたずらしないで。パソコンケースが落とされました。あと何がいたかな。すごいとこから手出る。一人暮らしするか実家暮らしを続けるかと同じ悩みだな。確かに確かに、育つか育たないか的ね。ちょっと何やってんの。お前がペンで遊んでるわ。おいしょベイビー、おいしょおいしょ、寝てっちょ、おいしょ。
パンダは、パンダはいなかった。パンダってさ、上野動物園だけ？日本だと。そんなことない。シャン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 シャイシャイ。プルプルプル。でも適当なところで配信を切り上げるのがよき。あー、なるほどね。動物園の話したいから、じゃあ35分までやりますね。オウムは、あ、オウムね、いた気がする。多分ね、見てないけど、あのさ、平日の動物園って基本的にあのちっちゃい子供とママパパとかじゃないですか。だからさ、子供の声なのか動物の声か全然わかんなくて、なんかやけにすごいウィーって騒いでる声が聞こえて、子供かなと思ったらオウムでした。オウムかな、多分オウム。すごい鮮やかな鳥、鮮やかな鳥で結構大きかったかな、わかんない。なんかあのこういうねってか、なんかこういうなんか丸太みたいな棒があって、2匹1匹くらい鮮やかな青と緑みたいな鳥がいて、その鳥さんたちがピーピーってすごい泣いてました。すっごい声でかかった。平日の動物園は平和で溢れてるよね。ね、本当に人もいないし、赤ちゃん子供中がいっぱいで。好きなこととか好きなタイプになりますか？好きなこと、好きなことは釣りと自然が大好きです。あとワンちゃんと猫ちゃんが大好きです。好きな食べ物はクレープ、砂肝、焼き鳥が大好き。クレープと焼き鳥と、なんだろう、辛いものが大好きです。うちのオウム覚えてる？覚えてますよ。マグオのリュウさんはね、そのイメージ、オウムさんのイメージです。オウム、オウム。幼稚園の遠足とかで毎日のように子供たちが来てそう。そうだね、ちっちゃい頃って遠足、そうだな、ハセンは動物園だった。年内にイベントとかでお会いできる機会ありますか？ありますよ。12月半ばにイベントがあるので、またお知らせしますね。釣りですって。海釣りっすか？海釣りもします。でも川釣りがしたいです。魚をさばったらかっこいい。あ、魚さばけるんですよ、すみとかすみちゃん。インチしてるかな。クレープ解禁したんですか？解禁してますけど、食べてないかな、食べてないかもしれない。今日食べようと思って、ウーバーしようと思ったけどやめました。合計2時間経過、お疲れ様でした。ありがとう BPM さん、いつも時間を細かく記録してくださって本当に助かってます。あと7分だけやりますね。35分まで。もっと早くあなたの魅力を深く知りたかった。おー、おまえか、今からで遅くないですよ。イベント配信制限2時間経過のため、ここからの種や課金ギフトはポイントになりません。ご注意ください。そうですね、お疲れ様、ありがとうございます。また明日ですね。でもあと7分だけ、7分だけ配信する。マジっすか、尊敬しちゃう。いつかマグロの解体ショー。でもまだ、なんだろう、簡単な魚しかさばいてないというか、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、うん、日本人です私。いや大丈夫、分かってます。私がただふざけただけです。ルアーフィッシングしたことある？ルアーフィッシングってどういうことですか？ないと思う。釣りはみんなが優しくて好きです。おじさんたちが優しい。最後に口紅ぬろっと。
釣りよりも釣られるの慣れてます。座布団1枚。あ、そうだ、前も言ったかもしれないんですけど、こんな、あの前占い行ったって言ったじゃないですか。釣り堀でしか釣りをしたことない。海釣りとか憧れる、うん、うん、あーでも海、あー海、うん、海っていう海ではないかな。スポーツはしないの？スポーツはしないですね。歩くことは大好きです。散歩は大好き。ルアーって疑似餌です。あ、やったことない。いつも餌つけてます。ほうほう、占い、そう、占いに、まあ、ずっと前なんですけど行ったって多分結構話したと思うんですけど、それでむちゃめちゃその占いがね当たってて、今思い出した、そのはずみは男性に対して冷たいって言われたんですよ。その占いね、紙にねおじさんが書いてくれて、写真撮って、まあその紙もらったんですけど、カバンどっか行っちゃった、写真撮ったんですけど、その間これそれをカメラフォルダー漁ってる時にちょうど見つけて、冷たいでます。それ見つけて、男性に対してすごく冷たいって書かれてました。それ思い出した今。そうなんですよ、確かに、確かにそうかもしれない、そうかもしれない。男性をもっと男性をもっと褒めなさいみたいなこと書いてあったんだよね。ちょっとその紙、ちょっとここのフォルダに入ってるはずだから見えるかな。今当たってるの、え、当たってるくないですか。かすみ基本冷たいでしょ。なんか冷たいというか、うん、アマーな時ももちろんありますよ、みんなに対してアマーな時もあるんだけど、確かに冷たいって言われれば冷たいかもしれないなって。わかんない、ありません、自分のこと。でその紙が本当に面白くて、ちょっと今見つけてみんなと読もう。ちょっとお見せすることはできないんですけど、結構なんか衝撃なこともいろいろ言われて、確かに確かにだと、どれかな、あ、ちょ、俺上に行ったら間違いか、下に行かへん、とん、だからみんなに優しく、なん、うん、あ、すみ、なんか仲良くならないとめちゃめちゃ多分冷たいんですよね、基本的に。ひじが多分それ一番よく分かってると思う。ひじと一緒にいて、その後に誰か来たりするじゃないですか。かすみはなんか人見知りがすごすぎて急に冷たくなっちゃうんですよね。人が違いすぎて、人見知りのかすみは多分怖いと思う、自分でも思う。でもさ、人をあんまり信用できなくて、人を信用しちゃいけない、信用しちゃいけないっていうか、信用するのが怖いので、あまり深入り最初したくないんですよね、仲良くなるまでは。そう思うと冷たく当たってしまうかもしれない。ちょっと待って、見つかんないな。マジで面白い、その占い師さん見たいな、見たい見たい見たい。出てこい出てこい出てこい、ごめん、出てこい。あった、気になる、気になるでしょ。ちょっと読みますね、見つけたから。頭ぐしゃぐしゃになっちゃった、頭ぐしゃぐしゃ、興奮しすぎて頭ぐしゃぐしゃになっちゃった。
まあ。ちゃんとアドバイスまで書いてあるんですよ。はじめは男性に対して、結構最悪かもしれない。男性に対してケチをつける、厳しい、けなす、冷たいって書いてある。ちょっとやばくない？けなす、冷たい、厳しい、ケチをつける。そんなこと、そんなこと、汗だから、それのアドバイスとして褒め言葉、優しい言葉をかけなさいって書いてある。面白いですね。どこ行ったの？あれ？やばくない？めちゃめちゃ面白い。あとはなんか言えないこともいっぱいあるんですけど、24歳は再会の年。再会っていうか人の出会いで幸運って書いてある。そう、なんか24歳は確かにすごいなんかいろんな出会いがたくさんあったんですよ。友達の友達を紹介してもらって、こう、なんだろう、仕事関係とかもそうだし、まあ、いろんな確かにつながりがあったなって、これは本当に実感してます。人の出会いで幸運。嘘がつけないのでは。え、そうなんですよ。そう、まずみ、人にも言われるし自分でも思うんですけど、本当にバカ正直なの。バカ正直なんですよ。本当に嘘つけないの。なんかね、全部顔に出ちゃう。そう、あと嘘つこうと思ってもめちゃめちゃ分かりやすい、バレる。嘘がつけないんですよね。あとなんだろう、そう、言っていいところは、アメ、どこいたの？アメちゃん、アメちゃんはああやってね、自分でどっか行ってね、わーってやるの。あれ、女なんですよ、アメちゃん。ピュアなんだね。これなんて漢字読むの？漢字読めない。嘘つけない人って素敵だと思う。本当ですか？じゃあ素敵ってことで、カスちゃん素敵ってことでよろしくお願いします。八方美人って書いてあります。熱しやすく冷めやすい、その通り。熱しやすく冷めやすい八方美人。使命感。おう、まずみ、眉毛にほくろ、ほくろ、どこ、どっちかな、あ、ここだ、眉ぼくろ。眉ぼくろは大吉らしいです。才能、技術が幸運だって。才能、技術が幸運。もしかしてかすり、何、釣り名人とかになっちゃうんかな。それめっちゃ面白いね。開口、開口って何ですか？初めて、24年間で初めて聞いた言葉。めっちゃ面白くない？はすみ、なんかスクエアって書いてある。指導者、向上心、熱意。はすみ、指導者が向いてるみたいですね。指導者向いてるって思わない。はすみ、人に教えること本当に苦手で、思いがけなく会うこと。開口、いいね、開口使おう。開口だねって言うわ。理想、知識、直感、なんだか、直感人、寛大って書いてある。初めて、寛大なんだって。寛大ですって。とにかく男性には優しくしたいと思います。褒め言葉、優しい言葉を男性にかけるようにするといいらしいので、ケチをつける、厳しい、けなす、冷たいはやめたいと思います。なるほど。
リーダーシップが高いと言える。まずめリーダーシップないんだけどな。ほんで？いやめちゃめちゃおもろいね。また占いに行ってみようかなと思います。当たってても当たってなくても面白い。占いの話をしたらあっという間に時間が経ちました。女性にはどうなの？いや女性にも冷たいと思います。かすみ女性にも冷たいと思う。多分基本冷たいと思います。自分でなんか自信満々に言ってるわけでもないんですけど、冷たいか冷たくないかで言われたら多分冷たいと思う。あ、なんかなんだろう、あんまりなんか人に興味がないという、かすみのね悪いとこなんですけど、なんか人に興味がないというか、人になんか介入したくないというか、そんな感じですね。ハッシャはとても素敵な人なんですね。なんかすごいみんなそんな風にまとめてくれるなんて、ありがとうございます。まあみんなに優しく優しい言葉を、あヤバタンじゃん。そういえばさ、あすみさ、第1部もさ、第2部もさ、ランキング発表してないじゃんね。ヤバタンちゃん、なあ、ヤバタンじゃん。悲しい、申し訳ない。みんなギフトとかすごい投げてくれたのに。チーン、もしインスタライブのあの配信またやってほしい。なんだあの配信って、なんかそんな伝説の回ありましたっけ。悲しい、ごめんなさい。一部二部来てくれて、応援してくれて、ギフト投げてくれた皆さん、部下を流さないであげてくれ。うん、なんかさ、太った感すごくない？一部、二部、三部を終えてなんか顔がむくんだ？太った？てな感じで、そろそろ終了しましょうかね。あんまダラダラやってもしゃあないっすよね。明日も明後日もし明後日もその次もあるので、今日は寝て明日に備えたいと思います。最後こちらは、はい、ちゃんとランキングを読みます。はい、13位フォーギブさん、12位モンモンさん、11位ザッキーさん、10位モモタネットさん、9位コウさん、8位クロちゃん、7位白身フライさん、8位絵文字さん、6位、え、なんでだかすみ、6位絵文字さん、5位マックス鹿児島さん、4位アルペジオさん、3位 BPM さん、2位、ムースポさん、1位マカオのリュウさん。てな感じで1部2部とちょっとあれですね、ランキングを読むのを忘れておりましたので、明日は忘れず絶対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 読みます。明日は今日と同じ時間でまた配信するので、明日の20時8時から30分、10時から1時間11時58分から30分間のスケジュールでお送りしてまいりたいと思っております。てな感じで本日も最後まで皆様お付き合いいただき、ご視聴いただきありがとうございました。寒いので風邪をひかないように体を温めて寝てください。占いの結果をね、まあ、結構前のやつなんですけど、皆さんと共有できたので、私は皆さんに優しい優しい言葉、褒め言葉をかけてこれから生きていこうと思います。おやすみなさい。今日もありがとうございました。また明日から頑張りましょう。お仕事も学校も頑張ってね。おやすみなさい。チャルジャヨー、グッナイ。